五臓六腑に染み渡る。五臓六腑さんという方の作品、誰も知らない。どうもタクタクです。やっていきましょう。こちらなんかめちゃめちゃ怖いらしい。やっていきましょう。はじめ、お、夏かな、セミの声が。ねえ、今日のことはさ、全部なかったことにしようよ。なかったこと？うん、僕たちは廃屋には行ってないし、彼とも遊んでない。知らない間にどこかにいなくなっちゃったんだ。これはやりましたね、多分。うん、今日のことは全部忘れよう。そうすれば何もなかったことになるはずだから。お、誰も知らないわけですね。わかった、全部忘れるよ。自分のしたことはきっと一生許されない。誰もが非難し、自分のことを軽蔑するだろう。なんて恐ろしいことをしたのだと。でもそれは自分のしたことを誰かが知っている場合であり、誰も知らないのであれば、その恐ろしいことは起こっていないことと同義なのだ。だから自分は何もしていない。誰にも非難されなければ軽蔑もされない。自分は今まで通り自分のままでいられる。あんなことは起こらなかった。自分は何も見ていない、何も知らない、何もしていない。誰も知らない、完全犯罪だ。急に楽しげな音楽。セイト、せっかくの夏休みなのに登校日とか変わったり。これね、札幌には登校日ってなかったんですよね。俺が行かなかっただけかな。いや、そんなことない。なんか地域によりますよね、登校日。あるなし。これからみんなでカラオケ行こうぜ。俺これから部活。木下ゆいちゃん、あら可愛らしい。午前中にホームルームが終わると、なんだか得した気分だな。あら、この子も可愛いよ。三池友香。ねえ、ゆい、これから暇？ともかちゃん、特に予定はないけどどうしたの？あのね、実は今日、あゆむくんを誘って遊びに行こうと思ってるんだけど、ゆいも一緒に来てくれない？俺今気づいたんだけど、会話はちゃんと漢字が出てくるんですけど、名前はちゃんとひらがななんですよ。俺のために作られたかのような、俺のように漢字、もう始めましょう。いいけど、そのお邪魔にならない？だって、ともかちゃんは須藤くんのこと、あら、いきなり二人きりっていうのも緊張しちゃうじゃん。だからさ、あんたに手伝ってもらいたいんだよね。これは大丈夫？手伝う？そうそう。例えば私のいいところを歩夢くんにアピールしてくれたりとか、さりげなく二人きりにするとか。そういうことね。わかった。私に手伝えることなら協力するよ。ゆい、ありがとう。これってさ、なんていうのかな。なんだろうね。ちょっと、わかんないけど、不穏な流れじゃない？なんか、男って意外と、こう、知らないところで、そうやって友達を褒められるような女の子のことを逆に好きになっちゃったりとか、こいついいやつだなみたいなね。いや、俺だったらよ。いや、その、わかんないけどさ。そういう子の方がいいなみたいな、思いません？俺だけかな。早速、作戦会議を。日野良也。何の話してんの？日野くん、あのね。あ、なんでもない、なんでもない。あんたには関係ないから。そんなこと言わずに教えてよ。ミケちゃんが須藤を誘ってどっかに遊びに行きたくて、木下に手伝ってもらうってところまでは聞いたんだけどな。めちゃくちゃ聞いてるやん。面白そうだからついていくみたいになってるやん。それ全部聞いてるじゃない。何その変な呼び方やめてって言ってるでしょ？なんでミケちゃんって可愛いじゃん。木下もそう思うよな。うん、可愛いと思うよ。猫みたいで。それが嫌って言ってんの。三池友香だから、ミケちゃんか。で、俺も一緒に遊びに行ってもいい？は？あんたは誘ってないんだけど。だって、よく考えてみろって。ミケちゃん、木下、須藤だと、女の子二人に男一人だろ？バランス悪いじゃん。あ、確かに。いいこと言うよ。バランス。意味わかんない。いや、まあまあまあ。
そういう組み合わせの方がいいんですよ。意味わかんない？いやいや、バランス大事だろ。男も気使うやん。須藤の真面目な性格からして、男の俺が一人いた方が絶対来やすいって。そうなの、そうなの。わかる。りょうや、わかってるやん。確かに一理あるかも。もしも私が男の子二人と遊びに行くとしたら、ちょっと緊張しちゃうもん。そうそうそう。ゆいちゃん、そうそう、そういうこと。だろだろ？本当に？いや、本当本当本当。お願いだから私の邪魔しないでよね、りょうや。俺がミケちゃんの邪魔するわけないじゃん。なんで、本当はこの子のことが好きなんじゃないの、りょうやは。俺はミケちゃんと一緒にどっかに遊びに行けば何でもいいんだぜ。あっそ。いや、そういうことやんだから。あれ、この人かな、もしかして。あ、あゆむくん。あゆむくん、お帰り。生徒会って夏休みも会議あるの？お疲れ様。ああ、生徒会委員。ミケさん。ちょっとごめん。本当に、見た目の偏見というか、判断で申し訳ないんだけど、こうなんか、ね、好きになる対象がなんかみたいなね。ごめん、俺ちょっと何言ってるか分かんないですけど、そう。そういう偏見がありました、今。夏休みが明けたらすぐに生徒会長選挙が始まるからね。あまり気が抜けないんだ。まだ1年なのに、もう生徒会長のこと考えてるの？任期は来年度からだけど、選挙は今年だからね。すごいね。私、歩くんなら絶対いい生徒会長になれると思う。ありがとう、三池さん。期待に応えられるように頑張るよ。ところで、歩くん、これから時間ある？めっちゃ勉強とかしそう、この後。みんなで遊びに行かない？今日は塾もないし、おお、僕も気分転換しようと思ってたんだ。本当に？じゃあ、お。木下さんも遊びに行くの？俺、流れがそういう感じやん。え、うん。ほらほらほら。ねえ、誘われたもの。みんなで遊びに行こうって。そうそう。こういう流れでしょ？ミケちゃん。この4人で遊びに行こうと思ってたんだけど、どう？僕も誘ってくれるなら喜んで行くよ。よし、じゃあどこ行く？駅前のスポッチョ？スポッチョ？これスポッチョってなんだ？あ、ちょっと遠いけど、ジョイポロスみたいな。あー、なるほど、わかった。スポッチャとジョイ、わかんないや。東京の施設。ちょっと、それ、あんたが行きたいとこでしょ。あゆむくんはどこ一回行きたい場所ある？実は前から行きたいと思っていた場所があるんだ。そうなの？どこ？僕、写真を撮るのが趣味なんだけどさ。隣町にすごく気になっている場所があるんだよね。須藤の趣味が写真だったなんて、俺初めて知ったんだけど。対象が少し特殊だから今まで言えなかったんだ。はい、廃墟マニアかな、もしかしての。まさかの。特殊って？うん、廃墟とか廃村とか、そういうものを撮るのが好きなんだよね。廃墟？まあ、なかなかね、うん、マイノリティな感じはしますよ。そう。それで、隣町にネットで少し話題になっている小さな、小屋があるんだけど、よかったらみんなで行かない？よかったらみんなで行かない。それって、肝試しってことか？そんなことはないよ。それに夜中に行こうってわけじゃないし。でも、あくまで僕の趣味だから、やっぱり今日はやめようか。やめようやめよう。そして空気読めない感じになっちゃってるから、歩くん。歩くん、それすごくいい。いやいや、ともか。無理してるって。私も前から気になったんだよね。合わせてきた写真、廃墟とか写真とか、すごくいいよね。無理してるって。みけちゃん？みけさん、本当？嬉しいな。じゃあ今日はこれから隣町の廃墟に向かいましょう。カラオケとかにしとけって。マジか。木下さんもそれでいいかな？え、うん、私はどこでもいいよ。そっか、じゃあ決まりだね。これなんか怖いね。ナウローディング。これナウローディングはなんかなんだろうな、本当にそういう機能があるのか。これはそういえば廃墟とかって勝手に入っていいもんな。いや、絶対ダメなやつ。いや、その土地や建物の所有者に許可を取らないと不法侵入になるね。はぁ？それって平気なのかよ。厳密に言えばあまり平気ではないけど、でも最近は僕みたいに趣味の一環で訪れる人も多いみたいだから、誰も見つからなければ大丈夫だよ。誰も知らない。これもキーワードの一つなのか。須藤、お前クソ真面目なやつだと思ってたけど、やんちゃしてんのな。でもバレなければ私たちがここに来たことは誰も知らないってことになるもんね。そういうことだね、三池さん。僕も人目は気にしなきゃ
いけないからさ。これは4人だけの秘密ってことにしてもらえると助かるな。うんうん、わかってる。私誰にも言わないよ。せっかくここまで来て引き返すのも尺だしな。うん？わかんない。これなんて言うんだろう。だしな。俺も共犯ってことか。木下さんは尺ではないな。それでも僕と一緒に来てくれる？うん、いいよ。せっかく遊びに来たんだもんね。そうだね、ありがとう。須藤くんは絶対木下さんに対して何らかの感情あるよね。それは好きとかそういう感じじゃないような気もしてきたし、わかんない。廃棄は確かこの林の先にあるはずだよ。何か向かおうか。いや、はずだよ、向かおうか何かだね。噛みすぎやろ。一応、あ、こやっぱりゆいちゃんがあれなんですね、主人公的な子なのね。木下ゆい、普通の女の子。いいね、その普通の女の子ってところがいいね。これどこに行けばいいの、これ。この BGM 何気にいいの、今度使わせてもらおうどこの BGM なんだろうみたいな。さあさあさあ、あの声がそうだね。鍵が開いてるといいんだけど、開いてなかったらどうするの。うーん、開いている窓を探してみようかな。諦めるって選択肢はねえのか。開かないや。でも鍵がかかっているわけではなさそうだから、少し強引にすれば開きそうだね。ちょうどいい木の枝とかがあればいいんだけど。木の枝？それなら向こうにたくさん落ちてたから私持ってくるね。歩夢くん、ちょっと待ってて。みげちゃん、一人で行くなって。俺も行ってくるから、二人ここで待ってろよ。あ、これチャンスよ。わかった。ありがとうよ。ありがとう。ありがとうよって。字が出てしまいましたとか言って。あ、でも、みげちゃんも行けるね。うんうん。木の枝をまずは、持ってくるんだけど、あ、これか。っていうか、あんたまでこっちに来たら、歩夢くんとゆいを二人きりにしちゃうじゃない。バカなの？だって俺、みげちゃんの邪魔はしないって言ったけど、みげちゃんに協力するなんて一言も言ってねえし。あっそ。あんた一体私のどこが好きなの？あ、やっぱ、そういうことね。私、あんたに好かれるようなことした覚えないんだけど。みげちゃんにはなくても俺には大ありなんだぜ、これが。まずさ、入学したての時にみげちゃんが落とした、消しゴムを俺が拾ったじゃん。あれがまず運命だと思ったんだよ。どういうことや。安い運命ね。大体私はあんたみたいなバカで下品な男が嫌いなの。もっとかっこよくて、頭が良くて。知ってるよ。須藤ってまさにそんな感じだもんな。でもさ、ミケちゃんには須藤よりも俺の方が合ってると思うぜ。何それ。とんだうぬぼれで呆れるんだけど。だって俺の方が絶対ミケちゃんのこと好きだし。メケちゃんがどんな危険な目に遭ってても絶対見せたりしないで助けるし、あとあと、そんなの口先だけだったら何とでも言えるでしょ。まあそこは実際にメケちゃんが俺のそばにいて実感してくれればいい話なんだけどな。チラ。は。怒った顔のメケちゃんも可愛いな。ところで須藤ってなんかやたらと木下のことを気にしてねえか？もしかして気があったりすんのかな？多分。ね、それ分かってんのかい。分かっててトライしてるんかい。歩夢くん、ゆいを見る目だけ他の人と全然違うから。やっぱみけちゃんもそう思ってたんだ。私ゆいみたいに自分は友達思いのいい子です、人畜無害ですみたいな顔をしてる子嫌いなの。嫌いなのかい。どういう付き合いなの君たち。女怖えな、おい。だってミケちゃん木下と仲いいじゃん、友達じゃん。それがユイが歩夢くんに一目置かれてるから、一緒にいれば自然に歩夢くんと話す機会も増えるでしょ。なるほど。ということは付き合い出したっていうか友達になったきっかけはそういう流れだったってことか。へえ、なこと考えてたんだ。要するに私は自分の目的のために友達のふりをしてあの子を利用してるだけ。ほら、性格悪いでしょ、嫌いになってくれた。いや、逆にめっちゃかっけえなーって。はぁ、だって超ワイルドじゃね。狙った獲物は絶対逃がさない的な、そんなね、策略を用いてみたいな。
そこに好かれる男も、そこが好きになる男もいるんですね。目的のためなら手段も選ばないぜってやつだな、ってやつだろ。呆れた。本当あんたって何言っても無駄なのね。だからこの二人がなんか一番かえっていい印象が俺は持てちゃった今の話で。むしろミケちゃんが赤裸々に語ってくれて嬉しいな。なんか俺ミケちゃんの特別になれるんなれんじゃねえのかなって、もうグイグイいきますね涼也は。これって脈ありってことじゃ。どこまでポジティブなの。むしろあんたは 100% 脈なしだからこんな話しちゃったのよ。またまた嫌い嫌いも好きなうちって言うじゃん。あ、この枝とかちょうどいいんじゃない。虫かよ。ん、お、どうした急に。ひどくんはずいぶん三池さんのことを気にかけてるよね。そうだね、ともかちゃんはちょっと困ってるみたいだけどね。そうなの。二人とも仲が良さそうだから全然そういう風には見えないな。まあ確かに友達としては仲良しさんかもしれないね。でもともかちゃんは、あ、危ない危ない、お前危ないって。やっぱり何でもないよ、気にしないで。ドジっ子属性か。そう、ところでさ、木下さんって確かこの町に住んでたよね。え、住んでるよ。あ、え、うん、住んでるよか、うん、それならさ、こういう噂聞いたことないかな。噂？うん、この廃墟がネットで話題になっているって話はしたよね。その理由が、え、なに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 、え、な、なに、二人がいる方向から聞こえたね。行ってみよう。まさか我慢できずついムラムラとなってしまったのでは。トモカが危ない。男は狼なのよ、気をつけなさい。なになになに、ちょっといい加減に話しなさいよ。どうしたどうした。本当にそういう状況かと思っちゃった一瞬。多分なんか出たんでしょうね、虫とかなんとか。だってだって、俺マジで虫だけはダメなんだって。あんな小さい雲一匹で何情けないこと言ってんのよ。そういもういないから離れてって。まやだやだやだ、絶対まだいる、まだいるって。もういないわよ、ちゃんと追い払ったから。だから話してってば。あ、あれ、すごく高い声の悲鳴が聞こえたからてっきり三池さんの声だと思ってきたんだけど、まさか私じゃなくてこいつの声よ。ああ、もういい加減にして。いて、つまり日野くんは虫が怖くてともこちゃんにしがみついたってこと。はい、そういうことっす。ほんと呆れた。小さな虫一匹であんなに怯えるなんてかっこ悪すぎ。ガガーン。でもミケちゃん、俺が虫嫌いになったのはちゃんと深いわけがあって、絶対くだらないから聞きたくない。そんなふっ、あはは。あ、歩くん、本当に二人は面白いね。見ていただきないよ。え、ほんと？お、超お似合い。うっさい。はぁ、もう。でも、小さな雲一匹で、女の子みたいな悲鳴をあげちゃう日野くんは、かっこ悪いと思うな。ともこちゃんも、そんな情けなくて男らしくない人はちょっと嫌だよね。木下。お前、意外とぐさぐさ言うな。言うな。そうよ。さっきはどんなことがあっても助けるとか、かっこつけてたくせに、最悪。まあ、三池さん。誰にでも苦手なものはあるよ。それに虫は僕もそんなに得意じゃないし。歩夢くんはそもそも虫とか触らないそうだからいいの。あいつは未だにカブトムシとか飼ってそうな癖して、あんな悲鳴あげてるからかっこ悪いのよ。飼ってねえよ。あ、面白いこと言うんだね。須藤くん、ツボにはまってる。須藤くんのツボマジ謎。で、どうなの、開いたのか。じゃあ開けるね。ようやく本編だよ。開いたね。さあ中に入ろうか。本当に入るのか。ビビってんならあんただけ帰れば。中には雲がいっぱいいるかもね。ビビビビってねえし、ビビビビってるよ。足元暗いから気をつけてね。うん。おお、入った。おい、まだ昼間なのに随分暗いじゃねえか。窓に光が差さないんじゃねえか。外の光がほとんど入らないみたいだね。なんかすごく寒くない？ここ。ミケちゃん、俺、上着貸そうか？
上着ってお前、半袖のシャツ一枚やないかい。あんた上着着てないでしょ。ミギちゃんのためなら裸にでもなるぜ。アイムくん、どう？写真撮るんだっけ？できそう？無視？うん、あまり光が当たらないすぎて、少し難しいかもしれないな。写真を撮るような明るさじゃないね。ちょっとスマホのライトつけてみるよ。あれ？どうしたの？おかしい、なんで？ミケちゃん？どうした？ちゃんと充電してきたのに、電源がつかない。あれ？私のスマホもつかない。なんで？うお、俺のもつかねえ！俺のも、僕のも、電源が入らないよ。全員のスマホは急に電池なくなるとか、そんなことってあるの？珍しいよね。珍しいで済む話か。なあ、もう帰ろうぜ。あゆむくん？僕はもう少しだけ中を見るよ。ははー、正気かよ。あゆむくんがまだいるなら私も。って、キャー！なに、今度は。みけちゃん？あそこ、誰かいる？ああ、バレちゃった。あ、子供だ。って、え？子供？どうした？あゆむがすごい顔になってっけど。お姉さんたち、なんでこんなとこにいるんだ？大人なのにこんなとこで遊んでんの？お前こそ、子供のくせになんでこんなところにいるんだよ。君、一人？いや、ここでさ、かくれんぼをしてて。でも、一緒に来た友達がどこにもいないんだよ。これ、オープニングで言ってた、あれなんじゃないの？もう一人いたんじゃない？その子なんじゃないの？僕、名前は？僕ってなんだよ！たく、子供扱いすんなよな。俺は、ケント。お姉さんたちさ、友達探すのを手伝ってくんない？はぁ？なんでそんなこと。うん、いいよ。一緒に探すよ。困ってる子供を放っておけるわけないでしょ？一緒に探すわよ。ミケちゃん。なんだっけ？ありがとうな。かくれんぼの範囲は、この建物の中だけだったからさ、多分中にいると思うんだけど、ケントだっけ？そういえばお前どうやってここに入ったんだよ。どうやってって？別に普通にあの入り口からだけど。そんなわけあるかよ。あそこはすげえ固く閉まってたから無理やりこじ開けたんだぞ。俺たちが来た時はそんなんじゃなかったぜ。え、マジ？ケント君たちが入った後に何かが引っかかっちゃったのかな。多分ね。そうだなって、あれ？ケントどこ行った？自分もどっか探しに行ったんじゃないの？私も探してみるよ。みんなで手分けした方がいいかな。そうだね、そうしよう。この建物は床がところどころ朽ちているみたいで危険だから、みんな気をつけてね。もうギシギシ言ってる。うわ、ほんとだ。いや、これやばくね？アイム君、向こうの方を探してみようよ。え、ああ、うん。手分けするんじゃなかったのかよ。確かに。二手に分かれたかったんですかね。やっぱ、ゆいちゃんがメインで動くということは、この子が主人公のお話なのかな？まずは、りょうやくん。何度もスマホの電源が入らねえか試してるんだ、るんだよ。奥に行っても変わらねえし、私のは入らないよ。マジで壊れちまったのかな？パズドラの ID とかメモってねえし、データ消えたら落ち込むぜ。バズドラか。パズドラって言っちゃった。バズドラね。それって全部なくなっちゃうってこと？そうそう。今までせっせと集めたキャラも、上げたレベルも全部なくなっちまうってこと。へえ、私ゲームとかやらないからわからないけど、大変だね。そうなんだよ。超困るんだよな。はあ、スマホ、治るといいね。俺だけじゃなくてみんな壊れたら困るだろう。もしかしてこの辺は、なんか、電磁波的なものがあれしてんのかもしれねえな。電磁波的なものがあれ？ああ、なんだ。なんかこう、精密機器だからそういう、なんかしらに弱いんだよ。俺もよくわかんねえけど。そうなんだ。なんだっけな、24っていうね、海外のドラマシリーズがあるんですけど、そこになんか電磁パルス弾みたいなのを落として、周囲何十キロの電子機器を全てぶっ壊すみたいな、人体には影響ないんだけどね。なんかそんな爆弾が出てきたような、出てこなかったようなわかんないけど、そういうのは本当にあるんですかね。あ、ケントいた。ここ結構隠れられる場所多いだろ？
だからどっかに隠れてると思うんだけど、ケント君は鬼だったの？そうだよ、俺が二人を見つける番だったんだ。どうしてどこにもいないんだろうね。二人で俺を驚かそうとしてるのかもしれねえな。でもこんな危ないところで子供だけで遊んじゃダメだよ。怪我しちゃうかもしれないよ。大人ってすぐ説教するから嫌なんだよな。二人を見つけたらもう帰るって。私ももう少し探してみるね。おう、よろしくな。建設や地形に関する本が並んでいる。おう、何だったろうね。建築事務所とかだったのかな。黒板汚れている。なんかの事務所だったんだな感じもする。本が入っているようだ。立て付けが悪いのか引き戸は開かない。はあはあ、あ、ここギュギーギーギー言うよ。ここギーギー言うし、パリンパリン言うし、ここをこうやってたらなんか落ちてゲームオーバーになるみたいな、そういうことはない。こっちはこの中入る？あー、ちょっと待って。何これ、急に中を覗くって何？ここ。中を覗く。中覗いてみたら何もなかった。何も。何？チューチュー！ネズミがいた。びっくりした。中を覗く。何もない。いやー、びっくりした今。錆びついてるのか動かない。来るかと思ったなんか。赤くドロドロした液体が入っている。どうやら錆びた水のようだ。血じゃないよね。足りないね、ここにはね。やっぱ建築系のなんか建物だったのかな。トイレだここは。木製のデッキブラシだ。ブラシの部分はほとんど擦り切れていて使えそうにない。蛇口から水は出ない。よく見ると排水溝に何かが引っかかっている。自分の手では取れなさそうだ。取れそうもない。何か細いものがあれば取れそうだ。細いものね。ボットン便所だ。異臭がするのであまり近づきたくない。組み取り式なんですかね。細いものね。なんか細いものあるかな。あ、なんかこの机の上になんか乗ってねこれ。こ、机の天板の裏に子供の字で、許してと書いてある。いや、怖すぎるよ、そんな。そんなん怖すぎるでしょ。めり込んじゃってんだよ、これ。こっちに行こうか、じゃあ。覗いてみる。もう覗きたくない。何がいたの？影がかかっているようだ。こっちはこれで終わりかな？細いもの。あ、なんか二人でいる。ちょっと話しかけてみましょう。本当にここ寒くない？なんかすごく嫌な感じがする。ともかちゃんは霊感があるのかもね。ともかちゃん大丈夫？ゆいは何も感じない？感じるって？やっぱり何でもない。気にしないで。うん。この先は床が割れていて進めないね。奥にも廊下がついてるけど暗くてよくわからないよ。反対側から回れないかな。それが向こう側には鍵がかかってるんだよ。あんなところに鍵なんて。え？いや、何でもないよ。とにかく探してみよう。足元に気をつけて。うん、気をつけるね。鍵なんてかかってなかったと。言いたいわけか、歩は。歩絶対これオープニングの一人だったでしょ。もう一人がいるかどうかわかんないけど。なんか細いもんないっすか。奥の鍵。鍵？そんなもんかかってなかったと思うけど。覚えてねえな。そっか。覚えてないか。なんかないかな。お、引き出し開ける。こんなのあった。錆びたクリップ伸ばして使えば狭い。あー、これだ。針金みたいになりますからね、クリップも。これで、ここの、錆びたクリップを使う。お、錆びた鍵。錆から錆へ。錆から錆鍵へ。はい。使った。開いた！みんな開いたぞーと。わわわ。おい、なんだよ、あれ。ドアの下、地下？
いや、あれは錆びたね。ドアが金属製だから劣化しているみたいだ。なんか薄気味悪いな。ともかちゃん大丈夫？ごめん、私ちょっとこの先無理っぽい。みけちゃんどうしたんだよ。なんでもないわよ、ちょっと疲れただけ。無理はしない方がいいよ。ここからは僕たちだけで行くから。みけさんは日野くんと外で休んでて。平気？やっぱり私も行く。無茶言うなよみけちゃん。いいから休んでよぜ。ダメ、この先。すごく嫌な予感がするの。歩夢くん行かないで。大丈夫、ケント君の友達を見つけてすぐに戻るから。わかった。でも探しても見つからなかったらすぐに引き返してね。うん、わかったよ。ありがとう三池さん。これで一回セーブしましょうか。レイラケ、何？レイラケ誰もわかっ、誰も言わないから助けて、じゃないこれ。誰にも言わないから助けてだ。え？こっちは？あ、いけるんだ。あ、なるほど。繋がってるわけですね。須藤くん、そっちにはいた？いや、いないよ。どこにも。そっか。どこに隠れてるんだろう。向こうの奥の部屋に行ってみようか。うん、そうだね。なんかないのかな。まあ、行きますか、じゃあ。ここ、あ、なんかあるね。ん？机の天板の裏に子供の字で許さないと書いてある。許さないらしい。あ、これ何？関係なかった。作業場の安全確認10箇条と書いてある。どうやらここは何かの作業場の事務所だったようだ。うんうん。これ何なの？これゴミ？ただの。で、ここは？ロッカーの扉は壊されている。中には何も入っていない。ここには何もなかったっていうことなのかな？結論として。これなんかイベントが進むんじゃないか。奥を探そう。あ、奥を探そう。え？探したよね、今ね。須藤くん、そっちはいた？そっちはいた？いや、いないよ、どこにも。そっか。どこに隠れてるんだろう。向こうの奥の部屋に行ってみようか。うん、そうだね。え、行ったけど？行ったよね。ここでしょ？もう行ったって。なんかあれかな？見つけてないものがあるってことなのかな？ふんふん。え、これもしかして他にも部屋ある？え？バグか？違う？ん？何何？なんか足りないってこと？何が足りない？こっち側？あ、こっち側になんかあったんだ。今調べたらあそこ。何の音これ？須藤歩夢、やっと二人きりになれたね。ゆいちゃん。いや、怖い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 。須藤くん、君は本当にあの日のことを忘れてしまったのか。須藤くん、どうしたの？え、この二人でいたってことなの？さっき話が途中だったね。この建物にまつわる噂話の。ここはね、子供の幽霊が出るんだ。その子は友達を探していて、ここを訪れた人に一緒に探してくれるように頼むらしい。それって、そう、ケントのことだよ。忘れもしない。あれはちょうど5年前の今日のことだ。僕とケントと、そしてユイちゃん、割と最近の話だけど忘れちゃう。僕たち3人はここでかくれんぼをしていたんだよ。でも事故は起こった。ケントはこの部屋の中で姿を消してしまったんだ。僕が駆けつけた時にはもう、彼はどこにもいなかった。この部屋は大きな穴も開いていて、他の部屋よりも足場が不安定だろう。だからケントはそこから落ちてしまったんじゃないかと思ってる。
僕たちはケントを置いてここから逃げたんだ。僕のことを探そうともせずにここから逃げた。あ、彼のことね。彼のことを探そうともせずにここから逃げた。まだ生きていたかもしれなかったのに見捨てたんだ。自分たちの身を守るためにここで起こったことはなかったことにしようとした。須藤君、何言ってるの？何度も何度もケントに責められる夢を見たよ。なんで置いていった？どうして助けてくれなかったと。僕は夢の中で何度も彼に許しを請うた。ここに来て噂通り本当にケントがいて驚いたよ。君は平然としていたから、まるで本当に何もなかったみたいにね。ゆいちゃん、きっと君は本当に忘れてしまったんだよ。よくある話だ。あまりに悲しい記憶は深層心理にしまい込んで忘れてしまう。君にはそれができたんだ。でも僕にはできなかった。僕は君が羨ましい。ずっと忘れられなくて苦しいままだ。あの日僕は自分で忘れようと言ったのに、それを後悔し続けているんだよ。ケントは僕の幼馴染だったのに、それなのに僕は彼のことを見捨てたんだ。須藤君、わかってる。君にこんなことを言っても今更どうしようもない。高校に入って君に再会した時、君は僕のことすら忘れてしまっていただろう。君にこの話をしていいのかすごく悩んだよ。思い出してしまったら僕のように苦しむだろうから。それでもごめん。僕はもう一人で抱えていることに耐えられなかったんだ。その話本当のことなの？そうだよ。君に記憶はないかもしれないけど確かに真実だ、事実だ。ごめんね。やっぱり私何も知らないよ。いや、いいんだ。ただ僕は君にしかこの秘密を打ち明けられなくて、自分勝手でごめん。あ、須藤君後ろ！ドンって、ドンってなったけど、いや、明るい男の子。おー、どういうパターンこれは。あ、そっか、いけないんだもんねこれ以上。メキちゃん大丈夫か？一度外に出ようぜ。ダメ、私だけ、私たちだけ外に出るなんてそんなのダメ。いや、置いて帰るわけじゃねえんだから大丈夫だって。それでもダメよ。あんたにはわからないでしょうけど、ここすごく嫌な感じがするのよ。いや、こんだけ暗くて気味悪かったらそりゃ嫌な感じだろう。そうじゃなくてもっと、う、ミケちゃん？おい、マジでどうしたんだよ。いた、う、おい、ちょっと出るぞ、歩けるか、う、一応出るぞ。出ればいいの？ちょ、これ本当に出ればいいのか。一応出ましたけど、なんでなんで、おい、大丈夫か、なんで置いてくんだよ。だから置いてくわけじゃ。ずっと待ってたのに。俺痛くて暗くて怖くてずっと待ってたのに。ミキちゃん、嫌だよなあ。なんで俺を見捨てたの？どうして俺のことを探してくれなかったんだよなあ。おい、ミキちゃん、クソ、一体どうしたんだよ。俺ずっとずっと寂しかったのに。取り憑かれたってことね。あら、ここに落ちたわけ。多分地下に落ちたみたいだね。ゆいちゃん大丈夫？う、うん、私は平気。須藤くん、足血が出てるよ。ああ、少し切ったみたいだ。このくらい平気。ダメだよ、無理しちゃ。須藤くんはここで待ってて。私外に出れる方法を探してくるよ。ゆいちゃん、一人で行くなんて危険すぎる。僕も一緒に。怪我してるんだからここで休んでてよ。大丈夫、暗いけど心配しないで。わかった、くれぐれも気をつけて。何もなかったらすぐに戻ってくるんだ。うん、わかった。不穏な空気。あ、でもここから落ちて、どうなる、子供の死体がないってことはこっちに行ったってこと、ケントは。こっち側に、なんなんこの穴は。ちっちゃい穴があるけど隙間が空いている。鏡は入り込めそうだが出口ではなさそうだ。でも他にはない。なんかあそこにあるけど、上の方から風が吹いている。出口に続いていたりしないかな。っていうことぐらいか、情報としては。どうした？ん？え、まだなんかあるってこと？まあ、ここ、あー、まあ、入ってみる。じゃあ横穴に入りました。あれは、あ、
急になんかしみりした曲が、とても暗くて狭くて寒い場所、そこにあった骨は小さい子供のもののようだった。きっと君がケント君なんだよね。こんなところにずっと一人ぼっちだったんだね。ごめんね、私君のこと。お、どう君のことどうだった、ゆいちゃん大丈夫だった。須藤君、奥の方に通気口みたいなのがあって、そこから風が吹いてたの。もしかしたら外につながってるかも。それはよかった、とりあえずそこに行ってみよう。足は大丈夫？歩ける？ああ平気だよ、少し休んだから一人で歩けるよ。よかった、こっちだよ、ついてきて。ケント君の骨のことは言わんくていいのか、ゆうちゃん。いいの？このことはいいんか。ああ、でも。須藤君？こっちだよ？ああ、うん、そうだね。ここだね。ほら、あの上の方だよ。本当だ。少し高いけど、二人で協力すればなんとか届きそうだ。外に繋がってるかどうかわからないけど、ここでじっとしているより、行ってみた方がいいよね。そうだね、行こうか。よじ登った感じ。どうやら外に繋がってそうだ。ほんと、よかった。もう少しだけ話をしてもいいかな。どうしたの？さっきの話、実は作り話なんだよ。君と僕が昔友達だったことも、ここに来たことも嘘だ。この廃墟の噂を聞いて僕が作ったデタラメな話なんだ。そうなの？ああ、そうだ。ごめんね、からかっただけだよ。須藤君も冗談とか言うんだね。ゆいちゃん、いや、木下さんが驚くところが見たかったんだけれど、あまり面白くなかったね。このことは忘れてくれ。そっか、じゃあ何もなかったんだね。ああ、何もなかったよ。ゆいちゃん、内緒にしてるよ。とりあえず日野くんと三池さんと合流しようか。そうだね、小屋の方にいるかな。そうだね、行ってみよう。知らない方がいいってこと、これは。あれを知ってたらどうなってたんだろう、ゆいちゃんは。須藤、木下、お前ら大丈夫かよ。日野くん、ちょっといろいろあったけど無事だよ。ともかちゃん大丈夫？何かあったの？ああ、気を失ってるだけだ。みきちゃんちょっと疲れたみたいでさ、寝ちゃったから俺が支えてるってわけ。そっか、具合悪そうだもんね。だったもんね。早く帰って休んだ方がいいね。う、みけちゃん、よかった。目覚ましたか。りょうや、あんたが運んでくれたの？おう、当たり前だろ。ありがとう。みけちゃん。まさかみけちゃんから言ってもらえるなんて、みたいな。あゆむくん、ゆい、大丈夫だった？みけさん、うん、平気だよ。ちょっと、あゆむくん怪我してるんじゃない？早く手当てしないと。そうだね、帰ろう。もう全部終わったから。僕のしたことはきっと一生許されない。誰もが非難し僕のことを軽蔑するだろう。なんて恐ろしいことをしたのだ、と。君がそれを記憶の奥底に封じ込めたまま怒っていないことにするのなら、僕もそれを守ろう。たとえどんなに苦しくても、誰にもこの罪を打ち明けずに、この先もずっとなかったことにしてしまおう。忘れてしまった君の記憶をそっと眠らせたまま、僕だけの秘密にしてしまおう。あの日何があったのか、誰も何も知らなければ、償う罪さえ存在しない。エンド1、何も知らない。エンド1が一番いいのか、どうなのか。合言葉知ってるよ。金属の扉横の張り紙を数回調べて入力してください。金属の張り紙の横ね、知ってるよ。あー、はい、といったところで、なんか違う要素もあるみたいなので、この続きまた次回かな。あとなんか最後にどこだっけ、この後だね、教えて、あれ、ここだっけ、ここだ、ここの分岐とかね、まだやってないことがあるので、ちょっと次回はそれを検証していきましょう。ここの横穴を通るとイベントが起きる。須藤くん、こっちだよと
ああ、うん、そうだね。ってなるんだけど、ここに調べてみると。これでは変化しない。これでは変化しない感じ？どうなの？できない。じゃあ、ここでは分岐がないんですね。じゃあ一回戻りましょう。戻りまして、知ってるよという合言葉を入れると、どこだったっけ？データ的には。データ的にはこの辺かな。この辺で、このことだよね。これを数回調べるってことなんじゃない？何回調べればいいわけ？あ、来た。合言葉を入力してください。し、あれ、ちょ、あ、違う違う。知ってるよ。これでいいの？これで。エンター。どうどう？え？入れたけど？知ってるよじゃなかったっけ？え、知ってるよだよね？知ってるよじゃないの？これでいいんじゃないの？え？何？どういうこと？これで進めていけばいいってこと？これ。で、分岐しますね。ここで。見に行くにしよう。合言葉を入れたからなのかな。よそ見に行く。よそ見に行こう。今、怪我なんて気にしてる場合じゃない。ゆいちゃんの安全が優先だ。これで？あ。セーブできるよ。セーブしとこ。はいはい。目撃してしまうわけですね、この中で。声が聞こえる。中に誰かいるようだ。あれは。ごめんね。私、君のこと。ゆいちゃん、一体何を？置き去りにするつもりなんてなかったんだよ。目が赤い。あんなことがなければ、こんなことにならなかったのに。ゆうちゃん、君はやっぱり剣道を覚えて。君が悪いんだよ。私、仕方なかった。私だってあんなことしたくなかったのに、君があんなこと言うから仕方なかったの。ゆうちゃん？何の話をしてるんだ？どうしてここにいるの？バレた。待っててって言ったのに、ゆうちゃん、君はやっぱり、剣道のことを覚えてるんだね。ねえ、歩くん、どうしてここにいるの？どうしてこっちに来ちゃったの？ いや、怖い怖い怖い。あの日、ケントに何があったのか。君は本当は知ってんのか。どうして？どうしてここにいるの？どうして見ちゃったの？どうして聞いちゃったの？ねえ、どうして？どうしてゆいちゃんになっちゃった？怖い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 。ゆいちゃん？待っててって言ったよね。私、待っててって言ったのに。どうしてこっちに来ちゃったの？どうして見ちゃったの？どうして聞いちゃったの？あゆむくん、ねえ、どうして？君は一体。何もなかったことにしようって言ったのはあゆむくんなのに、どうして覚えてるの？あ、あゆむくんが、日野くんよかった、無事だったんだね。木下、大丈夫か？ともかちゃんはどうしたの？ああ、気を失ってるだけだ。それより須藤はいないのか。それがね、泣いてる。私怖くて。何があったんだよ。須藤くんなんだか様子がおかしくて。私のこと、殺そうとしてきたの。は？冗談だろ。そんな嘘つかないよ。そんな嘘つかないよ。でも足を滑らせて床下に落ちちゃって。私怖くなって逃げてきたの。マジなのかよ。ここにみんなを誘ったのを、みんなを殺すためだって言ってて、早く逃げないと追いかけてくるよ。ち、ひとまず逃げた方がいいか。
俺たちは逃げ出した。木下の言うことは半信半疑だったが、2学期が始まってからも須藤の姿を見ることはなかった。今となってはもう真実かどうかすらわからないんだ。目を覚ましたミゲちゃんには木下の言っていたことは聞かせていない。須藤のことが好きだったミゲちゃんにはショックが強すぎると思ったからだ。違う違う涼也、違う。あの廃墟の帰り道で須藤とは別れた。俺たちはその後のことは知らないという嘘をついた。須藤は自分でどこかにいなくなってしまったと、そういうことにしたんだ。あの日の帰り道で俺は木下と約束をした。今日のことはなかったことにしよう。誰にも言わずに何もなかったことにしよう。ここに来たことも、須藤が俺たちを殺そうとしていたことも、そうしていなくなってしまったことも、誰にも知られることがなければ何もなかったことにしてしまえば大丈夫。そうすれば僕は、俺は今まで通り俺でいられるはずだ。エンドに君は知らない。ちょっと待って、これタイトルに戻るけど、タイトルに戻るけど、今回は合言葉はない感じですかね。なるほど。じゃあこれは待ってる場合は同じエンドになるのかな。どうなんだろう。ちょっとそれも試しましょうか。さあ来ました。ここを様子を見に行かないにすると一緒なのかな。様子を見に行かないにしましょう。ゆいちゃんを信じて待とう。あ、戻ってきた戻ってきた。ゆいちゃん大丈夫だった？うん、奥の方に通気口みたいなのがある。そこから風が吹いてたの。もしかしたらなんかこれ一緒そうだな。ふんふん、ついてきて、あー、これはなんか同じそうで、ここで須藤くんこっちだよと、あー、うん、そうだねになるけど、どうなんだろうね。全く同じルートなんですけどね、最初のエンディングと。ふんふん、作り話なんだ。はいはいはい。同じかな。お、ここでも選択肢が。ちょっと疲れたみたいだ。変なことがあったんだ。どうしよう。みんながいるところで変なことがあったんだ。ちょっと変なことがあったんだよな。変なこと、なんかミケちゃんがおかしくなっちまってよ。置いていくなとか助けてくれとか、俺は何を見てないとか急に言い出したんだ。まるで何かに取り憑かれたみたいだったぜ。まさか。あと確かにユイって言ってた気がするんだけど、木下何か知らねえか。木下くん、ゆいちゃんの目が、それはどういう、なんで、え、なんで、せっかくあとちょっとだったのに。木下さん、なんでそんなこと言うの。木野くん、なんで、どうしてそんなこと言っちゃうの。まさか君が。私わざとじゃないんだよ。ケントくんがあんなこと言うから仕方なかったんだよ。せっかく全部なかったことのままでいられたのに、もう全部台無しだよ。おい、何の話だよ。日野くんのせいだよ。は？日野くんが余計なこと言っちゃうから。何も言わなければ知らないままでいられたのに。おい、お前何持ってんだよ。ガッ。君は一体。しょうがないよね。だって何もなかったんだよ。きゃ、何これ、皆殺しや。何もなかったんだから、誰も死なないんだよ。まさかあの穴に運ぶというのだろうか。あ、燃えてる。パチパチと。クラスで飼ってたウサギが死んだ。
飼育員だった私は一番最初にそれを発見した。私は何もしていないのにどうして死んでしまったの？みんなが知ったらどう思うだろう？私がちゃんと世話をしなかったと思われる？毎日ちゃんと水もあげてご飯もあげて声も掃除していたのに、それでも死んでしまったこのウサギを見てみんなが私を責めるんじゃないかと思ったら、そんなの絶対におかしいでしょ？だから私はそのウサギを焼却炉で燃やした。人間は死んだらお葬式をしてその後燃やしてしまうってことは知ってたから、ウサギもそうすればいいと思ったの。誰にも見られていないと思ってた。誰も知らないと思ってた。それなのに、ケントが。ってこと？お前さ、なんでウサギ殺したの？それなのに、ケントくんだけ私のことを見ていた。私がしたことをケントくんだけは知っていた。誰も知らないと思っていたのに。私は殺してなんかいないよ。じゃあなんでみんなに黙ってんだよ。それはどうしたらいいかわからなくて。みんなで埋めてやればよかったじゃん。焼却炉で燃やすなんてひでえんじゃねえの？今からでも遅くねえからさ、ちゃんとみんなでお墓を。なんで？ん？なんで見ちゃったの？昔からだったの、これは。それからのことはよく覚えていない。あの暗い部屋の中に開いていた大きな穴にケント君が足を滑らせてしまって。ゆい、助け。それでも私、ケント君を助けなかった。だってケント君がいなければ私のしたことを知っている人なんていなくなるから。だから助けなかった。そして結果皆殺しにするという。私のしたことはきっと一生許されない。誰もが非難し私のことを軽蔑するだろう。なんて恐ろしいことをしたのだ、と。でも、それは私がしたことを誰かが知っている場合であり、誰も知らないのならばその恐ろしいことは起こっていないことと同義なのだ。だから私は何もしていない。誰にも非難されなければ軽蔑もされない。私は今まで通り私のままでいられるのだ。だってほら、今だって私のしたことを知っている人なんて誰一人としていないのだから。うちの視聴者は全員見ていましたよ、ゆいちゃん。エンドゼロ、誰も知らない。3が来るかなと思ったら、まあ、これがトゥルーなのかな。まあでも分かんないですよね。人間ね、どこで選択肢を間違えるか分かりません。はい、ちょっとした過ちが大きく人生を変えてしまう、変わってしまう、変えられてしまうなんていうことなんですかね。違うそういうこと言いたかったわけじゃない。あ、すっげえ歌入ってる。ちょっと黙ってみましょう。かっこいいエンディングだったな。おまけ部屋へ移動し、お、おまけ部屋へ行く。これはつまりもうゆいちゃんしか生き残ってないってことですよね。この度は誰も知らないをプレイしていただき誠にありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。この先はおまけ部屋です。キャラクターの紹介やスチル、立ち絵などの鑑賞、制作のちょっとしたこぼれ話を閲覧することができます。前編のネタバレがございますので、全エンド回収後の閲覧をお勧めしております。各コンテンツには物語の世界観を著しく壊す可能性が含まれております。苦手な方は左の階段からタイトルに戻ってくださいませ。ということで、ここのメッセージが消えた後にこの部屋の中でセーブをしていただくと、いつもこのおまけ部屋を鑑賞することができます。それでは、どうぞお楽しみくださいませ。なるほどね。じゃあ一応セーブしまして、どうしようかな。おまけ部屋なんで本当は全部、
見せたいけど見せられないというね、なんかちょっと歯がゆさがあるんですけど、まあ、こんな感じだよっていうことぐらいはね、見てもらいたいのと、ケントぐらいに話しかけるか。よ、最後までプレイしてくれてありがとうな。左側のポスターを調べてみると、調べるとスチルが見えるぜ。念のため言っておくけど、この話はフィクションだからな。もちろん俺も非現実的少年だぜ。廃墟の地下に落ちて死んだ俺はいないから安心してくれよな。キャラ設定を見る。野村健人くん、家族構成、父、母、祖母、妹、明るく元気で好奇心が旺盛な少年。クラスでも人気者でいつも友達に囲まれていた。体を動かすことが好きでドッジボールが得意。運動はできるけど勉強はできないタイプ。歩夢とは幼馴染でよく勉強を教えてもらったりしていた。地下に落ちた時に足を怪我してしまい、そのまま誰にも見つけられずに衰弱死した。なるほどね。立ち絵、お、いろんな表情が。で、スチルは、いや、これいいよね、これ。うまい。で、後悔に染まる。おで、ケントを見つけたユイ。これ怖すぎよ、これ。これ怖すぎだよ。クックロビンは誰が殺しただって、そして今の曲。作中のスチルを鑑賞することができる。あ、これ同じか。同じっすね。いや、どうしようかな。あんまね、こうネタバレになるからね。あと、ここで、までにしましょう。はい。このね、本当は全部見たいけど、誰も知らない。ぜひね、攻略してみて。これ見たら多分攻略できると思うんで、うん。クリアしてみて、遊んでみてください。やっぱダウンロードね、してあげてほしい。うん、PC 持ってる人は。はい。で、どうしても負けが見たい人はぜひね、ダウンロードして最後までやってみてください。いや、この方の作品ね、実は、今年の年始にも一回やったんですよね。結構面白かったなと思って、過去作調べたらこの作品面白そうだったので、やったら大当たりでしたね。うん、すごく良かった。でも、個人的な感想ではあの3人ちょっと生きてて欲しかったな。特にあのりょうやとかね、ともかちゃんとか、これはもう殺されちゃったっていうことなんだよね。これ以上はもうないってことなんだよね。もしかしたらおまけ部屋見たらちょっとそれも分かるかもしれませんけども、きっとそういうことなんだと思います。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。